人間の尊厳、これは私が昨年の G7 議長としてルーラ大統領をはじめとする世界の主要地域の首脳と議論を深め、国連総会で発表した世界の協調への原点です。そして日本が人間の尊厳が守られる世界の実現を目標に掲げるとき、中南米はかけがえのないパートナーとなることを確信しています。中南米での成功を夢見て、多くの日本人が地球の反対側にある異国に向けてふるさとを離れ、人生をかけて出発をしました。そしてここサンパウロこそ20世紀の初め、ブラジルへの最初の日本人移民が歩んだ新たな道のりの到達点です。ブラジルをはじめこの大陸には多くの日本人が流した汗が染み込んだ道が伸びています。私たちが共に進んできた道のりを今ここでもう一度振り返り、そしてより良い未来に向けて新たな道のりを示したい。今日この時を日本と中南米の新たな航海への船出としたいと思います。